まさか依頼が二つ同時に来るなんてな。本当ね。ちょっと私、トイレに行ってくる。おう。あ、ラムネさん。スピカちゃん。いつまで続くんだろう、この感じ。なるほど。その廃校にいる霊が、チャチャマルたちに危害を及ぼしてるかもしれないと。そして、シベリアもその霊に毒されたんじゃないか、ということね。うん。タクヤが、オカルト部なら必ず役立ってくれるだろうって。ムカつくんだよね。は？自分の欲しいものは何でも当たり前に手に入るって思ってるんでしょ。失ってから後悔しても。遅いんだから。昨日の今日でこうなるなんてね。それで、源氏はどういった相談なんだ？実は我が文芸部のアホ、タモツがいなくなってしまったのじゃ。文芸部なんて部活あったの？文芸部は詩や小説や俳句、そしてラジオのコーナーメールなどの執筆をする部活動じゃ。ラジオはちょっとジャンル違くない？というか、タモツがいなくなったって？僕がさっき、タモツくんに借りてた小説を返すために文芸部の部室に遊びに行ったんだけど、タモツくんが突然いなくなったと聞いたから、ここまで連れてきたんだ。そんな。あ、ちなみに借りてた本のタイトルは、ゴリラ妻の強欲ミネストローネ返しってやつ。あ、聞いてないです。タイトルが個性的すぎて逆に気になるわね。今朝学校に来ていたはずなんじゃが、わらわがトイレに行っている間にいなくなってしもうて。学校中探し回っても見つからないし、連絡もつかないのじゃ。どこ探してんのよ。ちゃちゃまるとジュンが消えて、まさかのタモツまで？これって神隠し？ジュペッティもよ。え？ジュンさんたちと肝試しに行ったジュペッティだったら何か知ってるかもと思ってさっきから連絡してるけど反応がないわ。そういえば今日学園で見かけてないですわね。これは本当に僕らオカルト部の出番みたいだね。え？ペーターちゃんもオカルト部なの？あれ言ってなかったっけ？そうだよ、最近入ったんだ。僕は彼らと同じで幽霊が見えるから。え？オカルト部のメンバーは全員幽霊が見えんだよ。そして私と天心は霊媒師なの。霊媒師？これまでもこの学園に寄りつく悪霊たちを彼らは払ってくれていたんだよ。この学園に悪霊が？じゃあ本当にお化けがいるってこと？そうだ。ちなみに今源氏の頭の上に乗ってるぞ。のじゃ！ギャー！取ってくれなのじゃ！誰か、アースジェットを持ってくるのじゃ！虫じゃねえよ。大丈夫よ。その子はいい霊だから、害はないわ。スピカととても仲良くしてるし。幽霊と、仲良く。結局、シベリアがおかしくなったのも、チャチャマルたちとタモツが消えたのも、幽霊のせいってことなんですの。いや、話を聞いただけじゃ、まだそうは決めつけられないけど、一つ気になることは、あるわ。そうよね、天心。ああ、もしかすると。この番組は擬人化したあつ森のキャラクターたちが一つ屋根の下で共同生活する様子を記録した恋愛リアリティショーである。あ、どうもジュペティ・ピーターソンです。おいらはチャチャマル・デイビスだ。初めてだから優しくしてね。やっぱり何か始める気だろ。白塗りした小栗旬みたいな顔してるのに。
やばいやばい、助けて、どうするのこれ、どうしたらいいの、チンカー。